そう、さっきので終わりにしようかなって思って、なんかもばめで言ってなかったから食べようと思って。いただきます。みごじただ、熱い。あっ、うん、いただきます。食べてから言うんかい。みんなは何食べました？梅干し食べる。梅干し好きなの。安定のセブンです。うまっ。梅干し大好き。なんか唐揚げ食べたい。梅干しの種た出した。お味噌汁熱い。うん、赤い。本当にやっぱりの。本物の初見の初見さんだ。本物の。おにぎりといっぱい買ってきた。塩昆布で食べるおつまみカブキュウリとトウモロコシ。スイートコーンサラダ買ってきた。これ好きなのよ。今日のラインナップは味噌汁、梅干し、カブときゅうりのやつ、スイートコーンサラダ、からし明太子のおにぎり。1本分のスイートコーン。あとはおやつにじゃがりこ。おやつにじゃがりこっていうのがやばい。ちゃんと前パックを持って、あちち。塩昆布おいちいです。食べてないけど。早くな。白米はおにぎり。おいしい。味噌汁はいろいろ入ってます。じゃがりこは梅味。初めて買った。梅干しバイフ。酸っぱ。よろしく。これも好き。きゅうり。カブ。
でも自分ではつけれない。だから実家に帰った時によくつけてもらう。嘘。マジ？マジ？ちょっと今びっくりしてるよ。マジ？あら。びっくり。だけどね、まあみんなね、次の道がありますからね。アイドルとは行かないですか。この子たちのこれからの未来を応援してあげましょう、皆さん。お漬物はカブときゅうりが好き。でもオクラの漬物も好き。このスイートコーンがね、美味しくてハマったの今最近。赤ちゃんみたい。うんうん。ね、ショックな人はショックだと思うけど。こういう時はね、あんまりね、なんかまあ、なんていうの、その卒業生、卒業発表した時のってさ、なんかさ、びっくりするけど暗くなっちゃうからね、あんまり拾わないようにしてたけど、びっくりすぎて。皆さんがびっくりしてることを、その子たちのツイッターとかで教えてあげて。菅原にじゃなくて、そっちの方がその子たちも卒業するけど自分のことを好きで言ってくれた人がこんなにもたくさんいたんだなって思えるから。うまっ。冷たいかもしれないけど、なんか冷たいって思われるかもしれないけど、なんかそう暗くなっちゃうから、あんま触れないようにしたかった。けど言われすぎると、まあ聞かないのもおかしいし。にぎり食べる。だからまあさっきもコメントあったけど、なんかコロナだからないかと思ったみたいな。だからそういう〇〇だから卒業しないと思ったって油断するのは良くないってことが皆さん分かりましたね。でも教えてくれてありがとうございました。菅原も今日もしこのままショールーム終わってたかもしれないから知れて良かったです。あかん。うんふん。3月まで応援してあげてください。
今月末まで、まあ、応援すると思いますよ。海苔はね、パリパリが好きなの。うん、おいしい。最近知りました。めっちゃ好きです。ありがとうございます。初見です。ありがとうございます。本物の初見だ。まゆちゃんおいしいですか？おいしいです。今日はからし明太子です。うん、うん、実家のはなんか海苔が貼ってあるやつあんま好きじゃない。うん、おにぎりはいつも梅干し梅のおにぎりなんですけど、今日は、まあ、家に梅干しが買ってあったから梅干しはそのまま食べるからいっかと思って、かいつもは梅なんですけど、梅かツナマヨなんだけど、でもたまに明太子、からし明太子に惹かれる。なんかスイートコーンを買ったから辛子明太子にした。辛いです。コンビニのご飯は良くないって分かってるんだけど食べちゃう、めんどくさくて。デザート、おいしいでございます。みんなの今日の夜ご飯、さっきも聞いたっけ、何ですか？お腹いっぱいだな。ねえ、あさりラーメンって美味しそう。缶チューハイダメだ、お腹にご飯入れてないで飲んじゃう。ん？スーパーでカツオのたたきを買ってきたって食べた。お魚食べたい。ネギトロ食べたい。うん、ホッケ美味しい。ホッケ食べたい。うん、うん、
食べたいものでいっぱいの方がいいと思うんです。なんか本当は食欲は来たくないんですけど、でも食欲がないとなんか生きていくものに必要なものが全部なんかなくなっちゃうような気がするんですよね。なんか結果睡眠とか遊ぶことも大事だなって思うけど、一番はやっぱご飯だなって思いました。食欲がない時がないの、菅原。寝起きでもご飯は食べれるけど別に食べない。いや食欲はなくならないんですよ、すごい基本的に。体調が悪くても食欲はあるんですよ。病んでる時も食欲はあるんですよ。なんか鳴ってる、食べてる。そう、しんどくて食べれない人とかもいるじゃないですか。そうじゃないんだよな。食欲なくしたいんだよね。私も過食に走るタイプなの。過食しちゃうの。困った。ラーメンとか一瞬でなくなる。うん、食べちゃうのめっちゃ菅原。ほんとよくないの。やめたいんだけどやめれない。いいな、6分目でやめちゃうタイプだ。やめたい。菅原も6分目でやめたい。なんか8分目とかでやめれない。もう苦しくならないと思うよ。ペヤング早いの。でも今日はちょっとコンビニ飯をいっぱい食べたので、明日はちゃんとご飯を作る。終わったら作る。ナスの煮浸しみたいなやつ。
なんかそれはつけてる方が、汁につけてる方が美味しいって書いてあったから、本当は今日作ろうかなと思ったけど、そのつけてる方が美味しいって言うから、終わったら作って明日食べようって。うん、ナス好きなの。うん、これはめんどくさいから、だしとか取れないからめんつゆで作る。でもこの前なんかめっちゃ前になんかわかめを使いたい料理があって、何使ったんだろう、なんか乾燥わかめからこう作ったんですよ。そしたらめっちゃ茹ですぎちゃって凍らせてたんですよ。で、すがらそのわかめをほうれん草だと思ってたので入れたらわかめで、たやめちゃんなってた一人で。だからそのわかめの使い道がないと思ってたけど、わかめご飯作ろうと思って。わかめご飯作るときって塩入れた方がいいのかな、一緒にお塩も入れて炊いたらいいのかな。学校で食べてたわかめご飯ってどういう味付けだったっけ。うんうん、味するかな、ちょっくら入れてみるか、ちょっと入れてなかったら後で足す。じゃあ明日のご飯はわかめご飯とナスだね。楽しみに。みんなヘルシーだと思うじゃん、いっぱい食べちゃうからヘルシーじゃないの、まったく。いっぱい食べちゃうの、すごいろ。
塩昆布って味濃いよね、塩昆布だから。料理はネットを見ながら作る。レシピをかお母さんに電話しながら作る。料理の写真とかはない。YouTube 見ながらとか。それ見ながらこの前はクリームパスタ作った。でもお母さんって目分量だから味が分かんない。お母さんの味にはならない。もう一番簡単な方法を選ぶ。カレーライスはカレールーで作れば、カレールー入れたらもうできちゃいますよね、誰でも。これがフガワラの味ですね。うん。なんかさっきまでさ、ショールームとかさ、チンチコチンをやっててすごいうるさかったのに、急に一人だからさ、すっごい静か。余計なんかさっきよりも聞こえてくる家の音が。揚げ物はもうチャレンジしない。やけどするから。もう冷蔵庫の音とかエアコンの音とか。そう、揚げ物は油も跳ねるし、後始末も大変だし。で、フガラも孤独になれたんですけど、なんかさっきまでにぎやかだったから余計感じる。
さっきまですごい賑やかだったから。でもそう、言いに来た友達が帰った後みたいな感じですね。あ、でもこの前ゆずさんとかくまさんとかと、え、シェアハウスしねみたいな話してましたよ。シェアハウスしようみたいな話になった。ふんふんふん、お疲れ様でした。シェアハウスもめっちゃやめちゃった。うん、そうなるのもね、怖いからね、できないですよね。平均始まったらだって見てほしいけど、ショールームやっちゃってるからな、やめようかな。シェアハウススパイ、そう、肌年齢、菅原の肌年齢何歳でしょうね。菅原は今日歌唱の方で参加しておるので見てください。おるのでだって、そうです、歌パートですね。あ、映っちゃった。まあいっか、私の棚が、これやばいぞ。あ、安定した。ここにね、棚があるんですよ、私は。倒れちゃう。倒れないでほしいのに。今ガムテープでこの三脚みたいなの支えてますもん。よし、きっと収まったでしょ。したらいいんだ。あ、いけた。なんか三脚があるんですけど、その三脚の部分がめっちゃなんかも安定しなくて、ガムテープ、なんかまあ安いの買ったから悪いんですけど、安いのを買ってしまったから悪いんですけど、あんまり何か三脚と何かライトがついてて、そのライトの部分が何か安定しないんですよね。なんかそこがね、何か補強されてたものがなくなったから安定してないんですけど。
それがないの、ないの。なんか配信するってなったら高さが足りないんです。なんかここに棚あるから、棚からこうやったらいけんのかな。で、欲しいものが他にあるから欲しいものにお金を使う。もう欲で生きてるから、すがらは。あ、そういえば菅原 R4G さんとのコラボをさせてもらう、 R4G っていうブランド、洋服のブランドとコラボさせていただくんですけど、まあそこのねやつ、どんなの欲しいですか、みんな。そう、ありがたいことにコラボできてて、まあ何個かまだデザイン考えてるんですけど、何個か作れるよっていうことで、まあいろいろと考えてるんですけど、パーカー、パーカーか、パーカー考えてなかったな。どこまで行っていいのか分かんないけど、まあいろいろと考えてたんですよね。まあ言っちゃダメだったら、まあ後でみんなが聞き流してくれるって信じてるんですけど、まあ、菅原が欲しい今のところか、まあ、5つぐらい考えてて、一つはまあロンティー、ロンティーで、どこ、 何月に朝発表とか書いてあったっけ、 R4G 見よう。SK のやつ見よう。どこ、ダメな情報は忘れてください。あ、これだな、きっと。そう、ロンティーを考えてて、で、どこに書いてあるんだろう、何月発売とか。まあ、夏届けられるのは、まあ夏も行かないとは思うんですけど、多分夏ぐらい、夏手前ぐらいだと思うんですけど、あっ、まあロンティーと、まあ、カーディガン、カーディガン、なんかいつでもできるようにカーディガン、カーディガンは、まあ、ちょっと暑いかもしれないけど、その夏前に届くかなと思って、まあカーディガンと、何考えてたんだっけ、靴下、靴下と、3月発売で届くのが、そう、春夏とかだと思うんですけど、靴下と、あとはバッグを考えてて、そう、靴下とこの4つかな、確か今のところを考えてて、もともとはすごいセットアップを作りたいと思ってて、あのシャツとローンパンツズボンの2つを買ったらなんかセットアップになるよみたいなのを考えてたんですけど、
考えて、そう、半袖は考えてなくて、そう、セットアップいいかなと思ったんですけど、やめちゃったんですよ菅原、実はセットアップを。そう、でもなんかサイズとかがなんか作りにくいかなと思って、そのズボンだったから、そう、やめちゃったんですよ。でもなんか、そう、これがね、まだまだもっと前に発表されてたら、もっとみんなにね、決めれ、なんか何がいいかなみたいな感じで言ってたと思うんですけど、セットアップを作りたいなと思って考えてたんですけど、でもバッグもトートバッグとかじゃなくて、サコッシュみたいなのを作ろうと思ってて、菅原自身もめっちゃサコッシュみたいなの使うから、だし、なんか、ちょっ、いや全然今からでも変更はできそうな、まだその考え途中だったからあれなんですけど、そう、サコッシュ、サコッシュってこういうやつですよね、ここにさ、作る、このこう、ここにあるやつで、帽子は考えてなくて、そう、斜め掛けのバッグ、こう胸元ぐらいにあるバッグをかん作ろうと思ってて、そう、なんか帽子も作ろうかなって思ってたんですけど、まあでも帽子はまあニューエラさんでゲットしてもらって、ね、バケハもいいかなと思ったけど、やっぱちょっとファンの皆さん、まあ、ここのさ R4G のさ、なんか何オタクへの尊敬という敬意が込められアニメ、ゲーム、エンターテインメントなどそれぞれのなんとかたちに好きを届けたいという思いあふれてるファッションブランドらしいんですよ。もう私が読めないんですけど、この読み方が、安定したんじゃない？なんて読むんだろうこれ。ギークス。あ、ガムテープ。まあが、まあ R4G さんのなんかまあ意味が込められてる。まあだからまあアニメのコラボレーションが多いと思うんですけど、ギーク。まあこのファンの、ちょっと言い方悪いって意味ではないと思うんですけど、まあ、オタクのためのブランドみたいな感じなんですよ R4G さんって。だから、まあ、ファンの人のことを考えて、なんか自分寄りの服に過ぎちゃったら着れないだろうなと思って、だからなんかバケハンあんま考えてる、バケハをなんか何かぶってる人ってあんま菅原のレーンで見たことないなと思って、だったから今回はあんまり自分のファンの人に向けてを考えてるので、今回はだからその自分のファンの方であんまりレーンで帽子かぶってる人いるけどあんまりいないかなみたいな。だし、そう、バケハは人を選ぶっていうか、自分もバケハ何個か持ってるんですけど、この形と合わないのがあるんですよ。合う合わないが嫌で、それが欲しい帽子ってマジで服とかよりも一番難しいと思うんですよ、形が。本当に合う合わないが帽子ってめちゃくちゃあるから、え、全然ニットですみません、全然いいんですけど、だからなんかちょっと大変かなと思って、なんか合わないで、あ、買ったのに似合わなかったら嫌だなってなるのが嫌だったから、帽子はあえて選ばなくって、まあ、今回はもう無難にみんなが
何ゲットできそうなもの、普段から着ていただきそうだけどいただきそうなものを考えて、あと春夏ぐらいに発売されるっていうのを皆さんの手元に届くっていうのをしてたから、パーカーはちょっと暑いなと思ってあ、ごめんなさい、暑いなと思って、まあ、セーターカーディガンだったら、まあ、カーディガンも本当分厚いカーディガンとかじゃなくて、もう本当シンプルな薄いカーディガン、まあ、そのまま着てもいいし、まあ、羽織るようにしてもいいし、まあ、夏だったら、まあ、巻いてもらってもおしゃれかなみたいな、肩からかけて巻いてもらってもおしゃれかなって思ったので、カーディガンでいいかなと思って、まあ、ロンティーはまあ無難だと思うんですよ。で、まあ、靴下はずっと作りたいから作ってて、まあ、サコッシュはいつでも作れるからいいかなと思ってたんですけど、シャツもいいかなって思ってたんですけど、なんかロンティーにしちゃ、あ、スマホがロンティーにしちゃいました。だから誰、女の子も男の方も着れるようなお洋服を考えました。また菅原がちょっとカーディガン着たいっていうのもあったっていうのもあるんですけど、まあでもちゃんと全部サイズが出ると思うので、そう、でもなんかこういうデザインがいいとかないですか、皆さんこういうのが着たいみたいな。でもシンプルにしすぎないようにはしたくて、でも菅原ってさ、自分の情報量がなさすぎて、なんかすごいね、あっちの方をすごい困らしちゃったのキャラがなさすぎて。色とかもまだ全然考えてる途中で、デザインとかもそうなんですけど、サロペット、サロペットもね、なんかそれ好き嫌いあると思うんですよね。菅原はサロペットってもうダボダボに履きたい人なんですよ。もう裾が地面につきそうなのが好きなんですよね。普通っぽいの。パーカーはもう作らないんですけど、私パーカーってなんかよくたまに SK のグッズとかであるからいいかなって思っちゃって、だからもうユニセックスで使える感じのにしました。色はまだまだそのデザインを決めてるんですけど、まあそのデザイン次第かなって感じです。あっ、なんかさ、サコッシュの形でもさいっぱいあるじゃん。すがら四角いサコッシュが好きなの、四角いけ。でも三角とかんじゃん。お腹が鳴った。サコッシュ系のバッグってなんて言うんだろうね、名前が出てこない。サコッシュでもいろいろありません？サコッシュっていうのなんていうの、ショルダーバッグ、ショルダーバッグって言ったんだよね。でも普通にサコッシュでも可愛いな。サコッシュかショルダーバッグにしようかなって思ってて、でも可愛いな、サコッシュでも。そう、一人一人別なんですよ今回は。もうカホはカホ、クマさんはクマさんみたいな感じなんですよ。でもこうやってマジでお仕事できるのすごい嬉しいです。楽しみにしてて、まあ、これがずっと言いたかったお仕事で、お洋服のお仕事に関われるのがすごい嬉しかったです。
がね12月ぐらいにすごい楽しみな打ち合わせでしたっていうのは結構前に言ったんですけど、これがずっと楽しみ、ずっと発表したかったお仕事でした。そう、結果も出したいですね。でもまあ皆さんが普段来ていただけるように頑張りたいなと思います。あ、そう、でも誕生日は入れようかなと思ってて、まあ、少しでもそこでジスガハラ要素を感じ取っていただけたらいいなと思って。でもショルダーバッグだったら菅原四角いのが好きなんですよね。長方形のここによく言うような。本当楽しみ。毎日どうしようかなって考えてます。ショルダーバッグ、なんか三角のショルダーバッグとかあるさ、あれショルダーバッグっていうの名前が分かんないんだよね。菅原も、あと勉強しなきゃ。ウエストポーチ、さて横長、ウエストポーチの方がいいんですかね。でもだからウエストポーチあんま好きじゃないんだよな。かわいい、なんか好きじゃないんだよな。ウエストポーチって形が好きじゃないんだよな。いや可愛いんだけどね。どっちかっていうとサコッシュかショルダーバッグが好きなの。そうだよね、ショルダーバッグかサコッシュの方がいいですよね。楽しそうで楽しいです。本当そういうお仕事ができて、本当ありがたいですね。まあでもシンプルにしつつみんなに来ていただけるように。みんな喜んでいただけたらいいな。しょっくり。あ、ベルトね。ベルトも、ね、ベルトもすごいよね。ベルトも考えてなかったわ。海外ファンですから、アマゾンで販売してほしい。アマゾンでちょっと販売ないので残念ながら。まあいろんなねことについてもSNS でいっぱい言っていくので、皆さんぜひ SNS をチェックしていただけたら嬉しいです。楽しみ。通販はあるんじゃないですか、多分。わかんないけど、まだわかんないんですよそこまで。でも通販ありそう。通販と店舗じゃないですか。あ、みんなチェックしてくれ SNS を。まあ、いろんな人にね手に取っていただけたら嬉しいです。本当に。お、平均菅原の出番が来たっぽいよ。
コド踊ってます。ジュンチッ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 。後で見ます。絶対後で見てください。髪型可愛いじゃないですか。そうですよ、チョコ踊で可愛い髪型をしたんですよ。その時まあエスケープ踊ってチョコ踊だったんですけど、髪型を可愛くしていただきました。時間があったので。可愛い髪型にしていただきました。なんかね、昨日ね、眉毛のお手入れをしてたんですよ。カットしてたんですよ、眉毛のカットをしてたんですよ。でさ、ここめっちゃ薄くないですか。ここめちゃくちゃ薄くないですか。ここ やっちゃいました。なくしちゃいました、ここの眉毛。ね、ここのここに毛がたまりやすいんです。ここにこうやってすいてたんですよ。こうやってしたら、あれ、こっちなくなっちゃった。ああ、なくなっちゃったけど前髪あってよかった。ね、めっちゃ質問なんですけど、さっきから質問すぎなんですけど、え、これってさ、宿毛矯正したらこういうさ、アホ毛とかも気にならないのかな。くるくる毛とかも気にならないのかな。誰か宿毛矯正してる人いないの。こういうアホ毛とかが嫌なんですよ。宿毛したいの。そう、ストッパーしたいんですよ。誰かしたことある方いないんですか。なんか前髪もこうストンと落としたいんですよ。だから直毛になりたくて。え、ストパーと宿毛は違うの。え、じゃあどっちがどっちなのかな。ストパーしたい、ストパーでいいのかな。なんか直毛にしたいんですよ、菅原。なんかしたことある人いたら教えてほしい。前髪だけ宿毛、え、したいんですよ、宿毛矯正。全体的に菅原なんか猫っ毛みたいな感じなんですよ。それが嫌なんですよね。あ、チョコダ見てきた、可愛かった。だってなんかマスクとかですぐなんか前髪がもうクシャクシャーンってなっちゃう、広がるんですよ。それが嫌なんですよ、菅原。可愛かったよ、だって。ありがとうございます。そう、毛が柔らかいから嫌なんですよ。これストッパーしたいんですよ。ストッパーかその宿毛矯正をしたくて。そう、湿気ですぐなくなっちゃうんですよ。なんかスプレーで固めても変になっちゃう時があるんですよ。だから嫌なんですよね。
でもそれ全体をかけたいんですよ本当に。宿毛矯正したいの。嫌なんですすがる、この前髪がもうまっすぐがいいんですよ。このなんか自分の理想とする前髪じゃないんですよ。なんかピーンっていう前髪が好きなんですよ。ピーンで落ちてる感じの前髪がいいんですよね。今日もアイロンして、そうアイロンしてますよ。アイロンしてもこうなんかふわってなっちゃうから嫌なんですよね。ね、宿毛してみようかな。でも一回ブリーチしてるんですよね。一回前ぐらいに。誰が理想かな今いるメンバーだと。前髪のパッツンの子って誰だろう。まあ、ほののとか。ほののって割とまっすぐ前髪だよね。全然変じゃないんだけど、自分の理想じゃないよっていうだけ。誰が前髪パッツンなんだろう。まあでもほののの前髪とかめっちゃストンみたいな感じだよね。そういうのに憧れるの。そうナッキーさんめっちゃ直毛、ナッキーさんの直毛めっちゃ羨ましいもん。直毛になりたいもん。すごいあるもん。いや別に結果そのストレートアイロンをかけたらそうなるんですけど、湿気に弱いからなんか汗とかでそれがふわって広がるのが嫌なんですよね。それが嫌なんですよ。ピエン、そういうことなんですよ。前髪の量はここまで減らしたのに、頑張って今前髪の量を減らしてるんですよ。湿気に強くなりたかったな。女の子って大変なんですよ。これもいらない、これ前髪にしたく、もうこれ後ろの毛にしたいんです。でも前髪はねパッツンがいいんですよ菅原。ずっとパッツンがいいの。このパッツンがいいの永遠に。特に斜め前髪好きだった。嬉しい、ありがとうございます。パッツンの前髪が菅原自分好きなんですよね。でも癖がね、癖がすごいから困る。でもなんか、まあ、みんなさ宿毛とかストッパーしてる子がいるのかもしれないけどさ、全然さ超テンパみたいな子今いないよね。みんな菅原の前髪何が好き？鼻がかゆい。鼻がかゆい。
どの前髪が好き、みんな。今のこのなんかふわみたいな感じでがいいの。スバラめっちゃパッツンとかが好きなんだよね。最近の好きやで。今の可愛い。じゃあこれでいていいのかな。これいらないんだよね、つがら。これがいらないの。この毛がいらないの。でも今頑張って伸ばしてるから、これを後ろの毛にするためにここをねなくしてるんですけど、触覚がもうこれも嫌なの。なんかもうこれが嫌なんだよね。これを切りたいんだよ。触覚あんまいらないんですよね、すがら。待った方が顔がちっちゃく見えるんだけど、多分中途半端な長さだからかな。でもこれさ、割と切ってないんだよね、この前。ここの毛、前髪ってめっちゃ伸びるよね。12月から切ってないから、3センチぐらい。お腹が鳴ってる。じゃ消化がされてる。でもここがねちょっとハゲてるんで、ここは必要なんですけど。3ヶ月ぐらい伸ばしてるわ、前髪。ここ頑張ってって思ったらめっちゃ伸びて、ここも前髪だったんですよ、前まで。ここまで前髪だったと思ったらさ、めっちゃ伸びたことないっすが、あら。ねえ、ここの毛ってマジで生えないですよね。これがあることによってなんか余計顔がパンパンに見える。伸びた。意外とちゃんと伸ばせてる自分。なんかさ、髪の毛とか、まあ、女の子は分かりやすいと思うんですけど、こういう前髪の直後見て、あ、ここまで伸びたんだって、ちゃんと伸ばせてる自分偉いってなっちゃう。ここまで伸ばせてる自分偉いってなっちゃう。その線も伸びた。菅原や、菅原だよ、菅原やって、菅原だよ。目標はもう本当にロングか鎖骨ぐらい、鎖骨下ぐらいまで伸びたい。なんか一回エクステをつけて切ったぐらいの長さにしたいの、スガロは。マックス長くて、でも結構長かったよ、昔の写真見比べてたら。背中ぐらい、背中のこれ何、あばら骨ぐらい長かった時ある。スガラって昔の写真見返してるって結構髪の毛長かったんだよね。そう、鎖骨下。なぜ切ったの？その時は普通に切りたくて切ったんだよね、ショートに。でも女の子だから伸ばしたくなっちゃうんだよね。めっちゃ髪の毛長かったんだよね、スガラ、ショートにするまで。でもなんかさ、ショートショートにするまでこんな長かったんだ。ショートの方がなんか慣れちゃった、ロングよりも。
でも普通になんかロングに飽きて違う自分になりたくてショートにしたんだよね、あの時は。あーでもそんなあばらとかでもなかったわ。でもこれよりももっと長い時があった気がする。前髪カンコレ出た時期が一番長かった気がするんだよね、個人的には。おーちゃんほどは長くないんだよね。ショートになりすぎちゃった。ショートの方がやっぱぴったりきてんのかもね、ロングよりも。カンコレ出た時長かった。ね、自由にね、伸びたらいいのに。鼻がかゆい。でもこれ切ったとか、え、どこまで長いんだろうこれ。でもめっちゃ長かった。胸下ぐらいまであった気がする。あんのかなこれ。胸下ぐらいかな。ちょっとストレートをちゃんとかけたら長かったね、この時。自分以外の同性ではロングとショートどっち、その人に合ってるものだったらどっちでもいいかな。あんまりないんですよね、菅原。そう、自分としてはそのさっきも言ったけど、まあ一回去年だよね、去年エクステをつけた状態で切った。だからボートレースのポスターの長さが一番好きなんですよ。ボートレースのポスターの写真の自分の長さが好きなんですよ。のあの長さにしたいんですよね。ああ、また蹴っちゃった。でも結果さ、この長さはさ、あんま菅原髪の毛さ下ろすことないから、みんなもあんま見慣れてないからさ、あれだと思うけど、髪の毛こうやってさ一個で結んでること多いんだよね。そう、鎖骨くらい。です髪の毛見て、もうボッサボサ。まだ短いのよ、ちょっと短いのよ私。なんか切れ毛もね、もういいか。でもこうやってたらわかんじゃない。そう、もうちょっとだから、みんな楽しみにしてて、みんな楽しみにしてて、みんな。髪の毛抜けた。ちょっとあと10センチぐらい。でも半年ぐらい我慢したらさ、それだこそ9月とかまで我慢したらいけそう。そう、我慢の時期。てかいつもみんなと髪の毛の話してる。受けピ、受けピオス。え、そう、切れ毛がね効いて全然なくなったの。前までバカみたいに切れてたんだけど、本当に切れ毛がなくなったの。すっごい生き返ってんの菅原。だからまた、え、またそのブリッジしてもいいかなと思っちゃってる。夏に暑くなって効いたくなら、え、逆にさ、ここら辺にあるから暑かったんだよね。ここら辺にあるから、髪の質は良くなってる気がするよ。ね、この前もさ、久々に公園で会ったメイクさんとかに、
えみたいな、髪の毛めっちゃなんか良くなったねみたいな、髪の毛綺麗になったねって。シャンプーとかも変えたし、伸びたら何色にしたい。でもさ、菅原ってマジハイトーンにしたいの、本当に金髪にしたいの。金髪かも真っ黒しか似合わないから、今の髪色も染めたいの。染めたいの。メンテナンスしても、多分前よりもめっちゃトリートメントしに行く回数増えた。私メイクさんから、多分今菅原が使ってるトリートメントがいいんだよね。もしみんな髪の毛がのことで困ってるなら言って。派手髪か黒髪が菅原好きなの。前もねヘアオイルしっかりしてたんだけどね、それよりも今のヘアオイルがどっちも合ってるんだと思う。次の足はロング金髪かも菅原。黒髪にしたい。だから今割と黒、もっと黒がいいの菅原。真っ黒がいいの。黒ってか青っぽい黒が好きなの。ネイビーにしたいんだよね。金髪にしたいよ菅原。そう、黒髪インナー大好き菅原も。なんかでも今の色本当に嫌だ、気に入ってない。そう、どっちかに振り切りたいの。そう、ブルーブラックも好きだよ。ただの黒よりもブルーとかが入ってる黒の方が好き、ネイビーとかの方が。金髪は維持が大変だって。大変そう、維持がとっても大変そう。黒髪久しぶりに見て、でも黒髪そんな見てない菅原の黒髪。割と菅原黒い方だと思ってたんですけどね。もう2回ぐらいあとブリーチしたいよね。一気に一気に2回ブリーチしたい。よいしょ。ちょっとツタヤの時とかすごいブルー感確かに出てた。いたたたたた、痛い、足が。菅原ってそんな黒髪してなかったから、いつから黒髪にしてないんだろう。まあ、でも常に染めてるから黒髪ではないんですけど、暗くしてても。いつからく、多分いつ、去年でもない、でも明るくなったのは今年からな気がするんだよな。だから12月までとか全然暗かったイメージなんだよな、個人的には。写真を見返してる限り。まあでも最近のイメージですよね。最近のね、最近の写真を見るとね。みんなの黒髪が何の黒髪で言ってる？そのさ、地毛？地毛で言ってる？地毛の黒髪のことを言ってるのか、なんか青とか入ってる時の黒髪のことを言ってるのか、普通の黒を言ってるのか。まあ、地毛の黒は無理なんですけど、
みんなはいつの苦労を言ってるんだろう。地毛はもうめっちゃ前ですね。はるか前ですね。地毛の苦労はもうめちゃくちゃ前ですね。超前ですね。もう3年ぐらい前じゃないですか。2年前かな。ショートになってからだから、2、3年前ぐらいかな、地毛だったのは。もうそっからは地毛ではありません。そっから私の髪はもう地毛ではありません。ショートになってからかな。くしゃみですわ。えい。でもさ、割とさ、なんか地毛の時もそんな真っ黒っていうイメージがないんだけど。いや、真っ黒だ、黒いけど、なんか漆黒、なんかフィルターかな、なんかそんな黒く見えない。自分の髪の毛焦げ茶に見える。焦げ茶でもないけど、なんか茶色でもないけど黒くもない。地毛、わかります、言いたいこと。本物のくしゃみしちゃいました。今見返してるとめっちゃ真っ黒なのかな。なんかもっと真っ黒な人いるイメージ。真っ黒いけどね。でもなんかさ、そのブルーとかさ、そう、今自分の写真見てるんです、見返してるんです。自分の髪の毛そんな黒かったっけ。でもまあ黒いけど、なんかめっちゃさ、黒い、なんかいるじゃん、めっちゃ真っ黒みたいな人。わかんない、どうしよう、自分の髪色がわからない。わからないぞ。黒いんだけどさ、なんか過去、別になんかショートの写真とかで暗くしてる時の写真と比べて何が違うんだろうって思っちゃう。ショートでもさ、まあ染めて暗くした時とかがあるんですけど、まあその写真とかとさ見比べて何が違うんだろうって思っちゃう。なんかさ、 AKB 新聞の時にさ、AKB 新聞 7D2 で出た時あるんですけど、その時も髪のキス柄黒いんですよ。まあこの時何染めしてんだろう、黒染めしてたのかな。でもこの時もなんかネイビー入れてた気がするわ。ネイビー大好き。そう、果物の時とかも黒髪だ、黒髪と思いきや黒髪じゃない、黒髪ですね。割とすがら勝手に自分って髪色落ち着いてるもんだと思ってた。でもすがらが一番好きな髪色はアイヤの CM を撮った時の髪色らへんが一番好き。そう、髪染めて気分上がる。
が今すごい見てて好きだなと思いましたね。でももう髪の毛染めてまだ1ヶ月も経ってないので、当分はこれで、特にお仕事もないので我慢したいと思います。まだ綺麗だと思うので、特に汚くもないので、これで当分は行きたいと思います。2018年の宣材写真の時の髪色がぐらい、2018年はまだ髪の毛を染めておりませんので。お腹が鳴ったぞ。2018年菅原もやったら出てくるのかな、はまだ染めてないので。宣材写真、2018年の宣材写真って何の宣材写真だ。宣材写真、2018年ってなんだ。2018ってなんだ、何の衣装の時だ。無意識、無意識ですかね。無意識の色かな。まあ染めてないので、まあこれはあれですね、地毛ですね。だからこうやって見たらあんまり真っ黒じゃない。あゆかとかめっちゃ真っ黒じゃない。あゆかとか、そう、今アーシャで見てる。アーシャ真っ黒。なんかないのかな、一段みたいな。あゆかとかがめっちゃ真っ黒なイメージ。この時はなんかこの時の髪色が好きって言うけど、この時はまだ染めてないので地毛でございますね。懐かしい写真がいっぱい出てきたぞ。いっぱい出てきたぞ。黒に近い焦げ茶的な感じ。確かに今かな、今かな。ちょっともう夜ご飯も食べていっぱい喋ったので、9時になったら終わりにしたいと思います。みんなも静かになってきたので、私も静かになりたいなと思う。枯葉の時とかはもう地毛ですね。だから菅原はまずロングの時染めてないから、今が静かになって、私も過去の写真とかを見てたら遅くなって静かになってたので、みんなも多分あんまりもちょっと眠くなってきたかなと思うので、一気に騒ぎ出すじゃんみんな。でも結構今見たけど思ったよりも喋ってたので、まあ終わりたいなと思います。勝手にスクショタイム始める人。って言って多分起きてると思うんですけど、全然寝ないんで、まあ SNS を更新していきたいなと思います。皆さん、あ、ごちそうさまでした。皆さん本当に、まあ5時から9時までと、まあ、4時間ぐらいの発信を見ていただきありがとうございました。そう、夕方から配信してたので、そう、ちんちこちんをしてたので、
ありがとうございました。ナスの煮浸しを忘れちゃいそう、疲れてね忘れちゃいそうだけど頑張りたいと思います。皆さんいっぱい見てくれてありがとうございました。みんな人が面で疲れ見すぎて疲れたと思うので目のマッサージしてください。じゃあその後は平均を見てくださいねみんな。じゃあありがとうございました、お疲れ様でした。おやすみなさい、バイバイ。本当にありがとう、長時間見てくれて。